最後かもしれないだろう。だから全部話しておきたいんだ。デビューからあの応援してます。これからもよろしくな。はい。よ、調子はどうだ。いつもと同じ。最高っすよ。そりゃ応援のしがいがあるぜ。シュート見せてくれるんでしょ。さあな、わかんねっす。隠すことないじゃない。今日の試合は大切にしてね。ジェクトシュート期待してるよ。あのジェクトの息子だもんな。こっちも気合い入れて応援するぜ。シュート決めたら、こうすったら、それ、タリアのメッセージっつうことで。席どこ？東ブロックです。最前列。私、右から5番目ね。了解っす。じゃあそろそろ行くわ。応援よろしくな。せーの、ブリッツボール教えて。これから試合だって。じゃ、終わってから。な、今夜は、今夜はダメだよ。だろ、明日明日。絶対だよ。約束っす。俺がそのニュースを聞いたのは3回目の家出をしている時だった。
みんなのヒーロージェクトが練習中に行方不明、捜索打ち切り。俺の親父はジェクトの熱狂的なファンださ。親父驚いてるだろうな、ショックだろうな。そう考えたらなんだか泣けてきた。俺慌てて家に帰ったね。で、一晩中ジェクトのことを話し合ったんだ。あんなに親父と話したのは久しぶりだった。おいおいおい、回想シーン入っちまった。さて、あれから10年、今年から始まったジェクト記念トーナメント、そのきついつぶし合いから勝ち残ったのは、そう、東 A 地区のエイブスと南 C 地区のダグルス。注目はもちろんエイブスのエースのあいつ。去年のルーキーが今年はいきなりエースだ。あのジェクトの血を受け継いだ新しい星、今日はどんな動きを見せてくれるのか。今日こそあの幻のシュートが炸裂するのか。期待するなってのが無理だよな。通して通して。はいはい、ごめんね。お、引っ張んなって。お前を待っていた。またわけわかんないことを。
始まるよ。あ？泣かないで。あ？雑魚に構う時間はない。突破するぞ。全て倒そうと思うの。邪魔な奴だけ切り捨てて走れ。まとめて片付けてやろHmm!